こんにちは、バナナ大好きバナナボーです。関東よりも南の地域でバナナ品種と場所を選びますと、バナナがですね、一般のご家庭で温室なしでですね、バナナを育てることができて、実が収穫できるぞということでお伝えしている動画でございます。東京の町田市、だいぶ寒くなってまいりました。おとといがマイナス1.5、昨日がマイナス1.5、今日もそのぐらいではないでしょうか。予報では町田市はマイナス4度から5度というですね、非常に寒い予報が出ております。こうなってきますと、ここに植えてあります路地植えの無保護のバナナもですね、越冬が非常に厳しい状況になってまいります。今回は若干ですね、こちらにある路地植えのバナナの状況、それから家で越冬中のバナナのですね、ハダニが他の植物で増えてしまったということで、ちょっとお伝えしたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、朝非常に寒くなりましたので、いつも早朝に収録しているんですけども、暖かくなりましたお昼を選んで収録しております。路地植えのバナナはですね、このように見ていただきますと、だいぶ枯れが進んでおります。実はですね、ここ数日マイナス1.5というのが連日続いておりまして、ちょっとバナナにとってはですね、非常に越冬が厳しい状況にもなってまいりました。これでですね、あと明日明後日とですね、また寒い日が続くんですけども、これがマイナス3度とかマイナス4度っていうのを記録せずにですね、まあ明後日ぐらいにですね、0度以上の最低気温になってもらえると、なんとか越冬ができるんじゃないかなと思っております。実は私のところもですね、保護で越冬が成功しておりますと話はしているんですけども、実は2018年にですね、非常に寒い、1月の気温で越冬が失敗してしまったということが1回だけありました。その時はですね、報道では、東京都心では、50年ぶりに2日連続で、マイナス4度を観測し、また34年ぶりに、6日連続で氷点下だったということなんですね。で、実際に私のところは2018年の1月の22日から、29日まで、マイナスでしたし、1月25日はですね、マイナス4度というですね、非常にダメージの強い、寒さが起こってしまいました。そのために、ここに置いて、植えております、これらのバナナですね、地上部が枯れてしまいまして、ほぼ全滅かと思われたんですけども、春2月とか3月になってですね、本体の親は枯れたんですけども、脇芽が生きておりまして、そこから復活してまた今の栽培につながっているというような状況もありました。なかなかですね、無保護というのはまあこういう厳しい状況では越冬が難しくなります。まあ、そうは言ってもですね、今年またこれから異常気象とかもいろいろあるかもしれませんが、私の場合はこのままですね、育てていこうと思っております。まあ、今のところですね、こうやって見た感じでは、家計は結構綺麗な緑色はしているんですけども、ただバナナの場合はですね、見た目で判断ができないんですね。越冬して、3月4月のですね、越冬が成功したかどうかという時もですね、見た目は枯れていないと思っても実は枯れてしまっているということがございます。まあ、このようにですね、関東も寒い日を来ていますけども、なんと私のところですね、白花タンポポがもう新しく花を咲かせてるんですね。なので結局その寒いといってもですね、場所によっては暖かいところもあって、こんな寒いところでもですね、花を咲かせている植物もあるんだということなんですね。今日実はお伝えしようと思っている内容としてはですね、以前にも何回かハダニのことのお話をさせていただきました。お家の中に入れますと、なかなかバナナにですね、葉に、霧吹きとかかけることが難しい環境の場合はですね、なかなか、部屋の中が乾燥しやすいという状況に陥ります。まあ、霧吹きで毎日スプレーをかけていただくというのももちろんなんですけども、それでもですね、なかなかこう乾燥が多くなりますと、ハダニが爆発的に増える可能性があります。私のところはですね、バナナ内にあらかじめですね、ハダニを殺すための殺虫をかけておりまして、バナナは健全なんですね。ただ以前もちょっとお話ししましたけども、バナナ以外のある植物だけですね、ハダニを防虫するための薬をかけなかったためにですね、そこの植物だけ爆発的に増えてしまったということもありました。で、実は今回ですね、
ここの部屋の中のバナナはすべてですね、オルトランっていうですね、薬剤をかけて、おそらくバナナの葉にはですね、ほぼハダニがいなくなっている状況なんですけども、唯一ですね、この奥にあります、これコーヒーの木なんですけども、コーヒーの木はですね、毎年このように塀の中で過ごしてるんですけども、ハダニによる被害というのは全くなかったものですから、今回もですね、このコーヒーの木にですね、薬剤かけなかったですね。で、実はですね、今回この部屋がピンク色に見えてるのは、この LED の育成灯なんですけども、普通の蛍光灯の光ではですね、なかなか見づらいんですけども、ただこの LED 育成灯の光のためにですね、ちょっと見ていただきますね。歯に、粒々の状態見えますでしょうかね。はい。それから、ここの茶色くなっているところはですね、ちょっと見づらいですけども、ここも実はですね、ハダニのコロニーになっているところなんですね。で、この粒々に見えているところがですね、ハダニなんですね。で、これはですね、蛍光灯の光ではですね、なかなか見つけづらかったんです。今回このピンク色の光でですね、おや、変だな、なんか点々がいっぱいあるなっていうことで初めて気づきまして、急いでですね、このコーヒーの木にも、まあ、オルトランを巻いたという次第なんですけども、結局ですね、全部部屋に入れる植物とかですね、まとまって越冬する植物はですね、やっぱりすべての植物に対してもし薬剤をかけるのであれば、全部かけるべきだなとちょっと今回反省してるんですね。すなわち、もしかしたらバナナに若干のですね、ハダニがいたかもしれません。で、このハダニというのはですね、クモの仲間でして、わずかなですね、クモの糸を出すんですね。で、この糸によってですね、わずかな部屋の中の気流、すなわちわずかな風の流れにですね、その糸を流して移動することができるんです。なので、もしかしたらこのバナナにわずかについていた、まあ、薬剤で死にかけていたわずかなですね、ハダニ、またはもともとコーヒーの木にもあったかもしれませんけども、コーヒーの木に薬剤がなかったためにですね、1月に入りまして1月中旬というところで急に爆発的にですね、ハダニが増えてしまったという、まあ、こういう事例なんですね。なので、まあ、今回は教訓になりましたけども、やはりですね、もし薬剤をかける場合は全ての植物に薬剤することによってですね、防ぐことができるということを、まあ、知っていただければと思います。それからですね、もう一つ、まあ、今私のところはですね、LED の育成灯で、日中ですね、このように光を照射してるんですけども、これもですね、この LED の育成灯のこのランプですね、ランプから、葉までの距離っていうのはですね、やっぱりある程度ですね、距離を保っておいていただくといいと思います。まあ、私の場合ですね、ちょっとまあ、なんかの事情でですね、ちょっとこの育成灯が植物の葉に近いところに置いてしまったことがありまして、これですね。これ、LED 育成灯による葉焼けなんですね。なので、このランプと葉の間っていうのはですね、やっぱりある程度離した方がいいと思います。あまり近すぎますとね、やっぱりこのように葉焼けしてしまうことがありますので、お気をつけいただければと思います。これからですね、寒さ本格的になってまいります。バナナの越冬という意味ではですね、これから1月中旬、2月いっぱいですね、が一番勝負どころでございます。一番寒くなってくる季節でもございますので、越冬しているバナナがですね、また少しずつ弱っていくということもあるかもしれません。路地用のバナナは、初チャレンジの方はですね、だんだん枯れていくように見えるバナナを見て、寂しくなるかもしれませんけども、まあ、一度ですね、頑張って、春まで見てみましょう。うまく環境が合いましたらですね、バナナも枯れたように見えてもですね、また、春に新しいですね、葉巻が出てきます。この辺のところはですね、ナンバー1、ナンバー2のあたりで、ご紹介しているとは思いますけども、あともう少しです、春、3月までですね、頑張って育てていきましょう。それでは今日はこれで失礼いたします。